今日の率直なお気持ちをお聞かせください。はい、もう本当に8年ぐらいクロスをやり始めて、もうずっと昔からなかなか上手くなれないでずっと頑張ってたんですけど、今日本当に全日本っていう、まあ、アマチュアの中で、日本一の決定戦でその中でいい結果ができて本当に良かったです。まあ全部がこうまくいったわけじゃないですけど、自分の中では本当に満足いった滑りができました。はい、今の質問ちょっと重なるかもしれないですけども、今日の勝因を挙げるとしたら、勝因ですか。はい、勝因は、僕の会社のメンバーが約20名ぐらい来てくれたりとか、本当にスタートの時から、津村直樹プロはじめいろんな方が応援してくれて、そこに対して本当に力がこう出たなっていうのが率直なこう勝因かなと思います。あとはもう、大会にとにかくまあいっぱい出ていろんな経験を積むことが、こういった結果につながったのだと思います。はい、じゃあ最後ね、これで、プロ資格を得られたわけですが、はい、今後の活動について何かあればお願いします。はい、本当にまあ周りの、いろんなライダーから認められる、まあ、ライダーになりたいなというふうに思いますし、これからまあどんどんまた海外とか、いろんなところに行って練習をして、まあ、プロ戦で上位に行けるように、本当にもう今現状のスノーボードクロスの上位のメンバーっていうのは本当にもうすごい上手な方がいらっしゃるんで、そこに対して少しでも挑戦できるように頑張ってやっていきます。あとはもう今会社を自分でやってるんですけども、スノーボーダーがどんどん入社して、まあそこでみんながスノーボードを好きになってもらえれば一番いいなと思います。はい、はい、じゃあ質問以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございました。失礼します。はい。